はい、ということで後半ですね。後半はさっき最近ね、2人眠らせてから。ターゲットの居場所はほぼ特定されている。警備の様子はどうだ。よく調べて作戦を練ってくれ。どこだ。やっぱダメか。ここでエクセス出学にして、一旦ここでやり逃げ切って、もっと星がない、3人でしょ。やばい、ちょっと待って、ヘッドホンのあれが消えた。まずい。ちょっと待って。本当にまあ、本当にああもうなんだよ。この距離でさ、電源が切れるんだよ本当に。エネモンなしだ、結構きついんだよこれ。ちょっと待って、カット。すいません、ね、いやまさかの緊急事態になりました。はい、とりあえず、イヤホンはね、確保しましたんで大丈夫です。はい、しかしどうするか、あそこの中に2人いんだよな。外に2人いんだから、なんでわかんだよ。あれだな、やけだ。なんでだよ。登れって。
スネーク、応答しろ。いやでもロスかな、これチキンカップな。3回まで見逃してもらえる。いやまだ使いたくねえな。なんか使ったら負けな気がする。とりあえず今はもうターゲットはヤオウル補給基地の中だ。やっちゃった。危ない危ない。Enemy presence detected. The map has been updated. もう次やられたらもうチキンキャップ導入しよう。Please have supplies requested. 了解、回収する。Supply drop complete. 唐突にさ、ヘッドホンの電源が来てるってさ、想定してなかったんだよな、マジで。ヤオウル補給基地。ターゲットの居場所はほぼ特定されている。警備の様子はどうだ？よく調べて作戦を練ってくれ。Ты должен знать хоть что-то. Говори! Чёрт!
あとは混沌するだけです。プラントエクスパンションコンプリート。で、どうすくらんでな。帰ることを考える。で、ヘリコプターを。Please select a landing zone. Support helicopter requested. うん。呼んだのもいいんだけど、問題はあそこまでどうやって帰るかなんだよね。ターゲットじゃない、まずい。こちら P コード、ランディングゾーンに到着、退避する。あー、なんでやっちゃうかな。ちょっとあなた、おい、俺がいつやっていいっつったよ。やべえな、これクリアまでカットしてダメ。エクストラクション arrived at mother base。 受け取った、あとは任せろ。エネミープレゼンス detected。 The map has been updated。 あそこに一人増えてんだよな。突破は二度とできねえから、だから回るしかない。回収する、了解だ。だから回って登って、でも登れねえかな。
いんだよな。やべえなこれ。了解、回収する。これあれか、上からしか行く方法ねえのか。抵抗ミーが流れてんだよな、まずいんだけど。Supplies requested. 何回リクエストしたかな。受け取った。あとは任せろ。
リタナ、そいつがターゲットだ。怪我がひどい。クルトン回収は無理だ。ヘリで回収するしかない。ボス、万末でヘリを呼ぶんだ。ターゲットを運んでくれ。The map has been updated.Select a landing zone. The support helicopter requested. Let's go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 . Smart plan.Extraction arrived at the mother base. Development project has been added. こちら P コード、まもなくランディングゾーンに到着する。オッケーオッケー、向かい来た。ああ、もうやっと終わったよ、もう。こちら D コード、ランニングゾーンに到着。ターゲットを回収。ボス、ホットゾーンをリラスしてくれ。よし、オッケー、終わった。ああ、やっと終わった。危なかった。マジで大変だったな。ヘッドホンの電池が切れるわ。何回もゲームオーバーにはなるわ。Extraction arrived at mother base. 助かった。おお、ミッション完了だ。ボス、見事だった。 A なんだ。おお、ボス、はい。回収したターゲット、マラクは依頼主に心当たりがないと言っている。心当たりがないって。しかも、マラクが捕虜となる前に、彼の故郷はすでに全滅していたらしい。すでに村は原因不明の病気に侵され、さらには丸ごと焼き払われた。戦いに出ていたマラクの他に生き残りはいなかったんだ。だとしたら、依頼主は誰だったんだ。焼け落ちた故郷に戻ったマラクは、所属のわからない兵士を見たと。サイファーの実動部隊 XOF だ。おそらく奴らはソ連よりも先にマラクを尋問したかった。あるいはこの目撃者の口を封じたかった。だから表沙汰にならないように俺たちを使って故郷の肉親を装いマラクを回収させたんだ。突如集団が死滅するというのもハミド隊のハニービーの件と符合する。ボス、依頼主がサイファーならターゲットを渡すわけにはいかない。そこでマラクはマザーベースに回収した。それが一番だ。もう俺たちの仲間だ。依頼主にはカットアウトを通じてターゲットは死亡と伝えたが、にもかかわらず報酬は契約通り支払われていた。サイファーにとっては何か巨大な計画の後片付けの一つだったのか。だがマラクは失った故郷の家族たちの報復を望んでいる。その仇は俺たちと同じだ。まあ目的が一緒だったってことね。ボス、余裕があればマザーベースにも顔を出してくれ、うん、スタッフたちもあんたの帰りを待ってるしな。いや、全然任務が終わんねえんだ。分かってくれ、終わんねえんだ。何回も死んでんだ。
帰りたくても帰れねえんだ。それはわかるだろう。ボス。はい。科学者エメリッヒが亡命を希望し接触を求めている。奴はセラク発電所の奥にいるはずだ。接触してくれ。まあこの動画が終わった後はまあ普通にやりましょうかね。ああ、すげえ感じだな。いや、プラントもでかくなったね、しかし。動物たち。はい、ということでね、じゃあシャワー浴びて綺麗になってから、よし、で、心身リフレッシュ。ボス、おかえりなさい。ただいま。はい、ということで、ここで終わりにしたいと思います。次回はね、エミリヒに生息していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。概要欄の方に他の実況リストも載ってますので、チェックよろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。さよなら。